え、なんかくれんの？いやいや、私もお腹空いたけど。いや、食べよう。何よ？え、エリンギ。何？エリンギ？俺最近エリンギ好きやね。別にどこ見たことないけど。いや、めちゃめちゃ食うわ。エリンギって知ってんの？何か。もうできた。どこがやねん。なんもないやん。鍋置いただけ。まず水張るわ。何を食うのだ。大体今日はわかんぞ。なんか水気のあるもんやろ。じゃ、寝るわ。寝るな。何すんのマジで。間違えた。これ切るわ。キャベツ C。とりあえず半分にするわ。うわ、ほら、ほら。よし。いや、全部使わんのかい。こんな食べたらお腹いっぱいになるわ。え、だけ？あ、ええ音。なんなの、ロールキャベツちゃうの？いや、もうロールできひんやん。こんな切ってもうたら。ナスカット？キャベツめっちゃ切るやん、今日。キャベツが強く。通訳やって、主役やから。おい、あざと。やめて。はい、すいません。包丁持ってる。じゃ眉毛見して。なんで？眉毛最近整えてんやったら見して。でも伸びてきたし、今あかん。モザイク入れる？入れる。材木でいい？全部で。ナイスカット。何食べんの？今日は味噌汁とご飯と鮭。キャベツは？いきまーす。お湯の中へ。え？茹でまーす。味なし？ちょっと塩振るけど。これは見たことない料理ですね。しんなりするまでグツグツします。そんで横の鍋もこいつも入れてあげたいと思います。スープ。何が始まんの？サード。これ何この白い部分、なんか幼虫入ってそう。もやし入れます。何してんの？絶対ラーメンやん。というわけでこれはちょっと保温しとくわ。ふーん、もしかしてジロー？そのジローしか知らん。なあ、なんで俺が分かったっていうと、ここに作り方のなんかあるやん。うまそうっすね。そうっすね。いや、まだ分からないの？よし、くったくたになったし、いっせーなんで大量。こいつらはちょっと待機させます。何をするかはお楽しみ。今日つけ麺。つけ麺なんだこれ。もうこうたままこれいっていいらしいし、いくで。ズドーン。ズドーン。ズドーン。4分スタート。きたー、ジローちゃん。こんな落とせたかな。いいんじゃね。いくで、もう知らんで。美味しくなかったら500円せやし。いつも適当やぞ、そうはい、すいません。おー、こっちゃ。やれや、大岩手。だから麺増えてない、めっちゃ。マジマジで。え、麺で溢れ返ってるけど、大丈夫？意外と少なとかって言ってたの誰？ジローちゃんですね、これは。いいね、飯テロやね。え、ニンニクマシマシやん、これ。油かすみたいな。油か野菜出た。どんなもんで？マシマシで、全マシで。持てんのこれ？もっと縦に積んでくれてもいいで、俺。ええねえねえ。すご。腹減ってます？減ってるけど、なんか恐怖でしかないねんけど。なんで？食べれるかな。うわぁ、塊チャーシューやね。めっちゃ腹減ってきてんけど。じゃーん。最後にネギ。神やん。こんなんこぼさんと食べれる？どうやって食うんこれ。いや、それよ。はい、完成。山下健二郎。山下健二郎。二郎やけど、二郎系。セアプロ。山下健二郎と山下健二、二人でセットです。やりぜ。やきつね。これぞ家系二郎系やな。いや、家系な。なんで家系が出てきた？家で作ったら家系やろ。ああ。どうやって食べんの？教えて。え、これはですね、まず一旦寝ます。え、マジこぼしそうやねんけど。いや、俺も。あ、でも便、便やって。便？便出てきた。え、もう？どっから出てきた？うん、思ってた以上に味濃いな。見て見て見て。え、ちょ、俺も麺食いたい。まあ、こぼれんのはしゃあないとしよう。うん。今日だけは。いけー！全然取れへんけど、いこう。おいしい。うん、マジジローや。いけてる？うん、うまっ。キャベツ甘いな。やべやべ。上のキャベツたちを。下に落ちたで。うん、キャベツともやしがすごい。てか、カニぐらい黙るやん。私カニの時よう喋んで。え、逆に美味しいなぁ言うて。うん、間違いなくうまい。ニンニクマシマシで。うっ、くっせ。はよ食いたい気持ちが全然追いつかへんって、こういうことやな。口もたどたどしいで。麺結構長いなこれ。え、そう？見て、当たりや。当たりやん。二郎系でさ、お野菜少なめでって言ってんの。少なめってあるで。あ、そうなんや。どっちかといったら腱鞘炎になりそう。肩上がらなさそう。てか直で食った方が早ない？ほぼ直で食ってんだよ私。
天地返し、天地ひっくり返し。味うまいわ。こんな味やねんな。前さ、キャンプでさ、えぐいさ、二郎系さ、もう一生食べたくないな。あの動画見てる人いたら俺らの成長分かってくれてはると思う。成長っていうか、あれはオリジナルでやりすぎてこっちが正しい。あれは水が少なくてガスコンロつかなくて中途半端に食ったから、あんな固形ラーメンができた。よかったらあの動画も見てください。戻すわ。え、天地戻し初めて聞いてんけど。天戻な。キャベツ少ない。あ、ね、500より少なくも入れてる。うん、チャーシュー食った。美味しかった。うまい。マジ指痛いんやけど、こんな指食べた痛くなる食べ物ない。カニぐらい痛いんかい。カニ、あ、麺めっちゃきた。え、天地返ししてる。めっちゃしてるやん。あ、肉バリ合う。今度本物行こうか。ラーメン二郎三田本店行こう。誰が東京までわざわざラーメン食いに行くね。というわけで欠席します。こっちで食えるしな。え、二郎は京都にあるの？あるよ。美味しかった？うまい。何が嫌って、やっぱ店員の態度、そこなんよ。よくツイッターとかネットに載ってるけど、ほんまに行ってもあの感じ、あれ良くない。ああいう売りなんかなと思うぐらい。ちょっとさ、それこそそういう風に教育されてるじゃん。炎上商法かなと思うな。あり得るんちゃう？あんなわざわざするかっていう。今日何も喋れへんな。なんかさ、ダラダラ喋ってたらさ、麺も伸びるしさ、うん、冷えるしさ、喋ることもないしさ、うん、そう、こいつと喋ってても思わないしさ、うん、そう、毎日毎日こいつと喋ってられへんわやろ、うん、何がおもろくてこいつと喋んやろな、そうそうそう、っていう感じやねんけど、うんうん。いや、ビール持ってこいのか、おはよせ20分待ってんで。ほくろでわかんの。麻生太郎といえば、お飲み物こちらでいきたいと思います。じゃん、極ゼロ。後ろ置きます。はい、乾杯。はい、社長か、塩原水の社長か。早く食べな。いや、合う。でも二郎屋さんでビール飲んでる人おらんやろ。で、二郎屋さんってない。終盤になってきたらキャベツが恋しいな。もうキャベツ全部ないってこと？ほぼほぼ麺に覆われとる。自分で作った二郎どうすか？ほんまのこと言っていい？ほんまのこと言って。今日でさよなら二郎ってことで嘘。一度きり忘れた頃でいいやって感じ。家系ぐらい頻繁に行きたいっていう感じではない、私は。え、俺明日行こう思てんのに。行く、明日。脂っこさがしんどいって感じ。うん、それもあるし、いろいろ理由を述べると手痛い。うん、確かに。俺ここが一番かさけど、このスープビールに合う。なんか減ってないねんけど。ええー、そういえばさ、キャンプの時も食べても食べても減らへんかったよな。なんか知らんけど。なんか知らんけどってないね。いや、過去2、3回二郎系には行ってるけど寝とる。ほんで、ほんまに終盤、うん、最後食べきる時いつも、うん、残しそうなる。途中眠ならへん。ならへんね、誰もそれこそ店員に怒られる船漕ぎしてる人おらん。どういう意味？あ、それ船漕ぎって言うの？ゆらゆらするやん。寝てる人おらん？おらんって。誰がラーメン屋で寝んねん。減ってなくない？うん、俺もうなくなりそうやねんけど。びっくりした、減ってなくて。あんだけなんか早食べんなとか言うてたやつ全然減ってへん。キャベツいっぱいすぎん？いや、なんかスープに行くとちょっと胃もたれを感じるやん、うん、キャベツの時点ではまだ、あー早く麺来てくれって思ってんねんけど、うん、麺行ってもう2分経ったら胃もたれやばいってちょっと感じる。いらんの？まあまあまあ、今チャーシューと一緒に食べるから。いや、ほんで残したやつ俺にとかやめてよね。なんか麺とか渡してきそうだし、俺肉ちょっと残しておくわ。渡すから待っといて。なんだ、俺肉置いておくわ。うん、置いといて。渡す気しかせえへん私今。私のあの空腹どこ行ったん？これが二郎の怖いとこ。めっちゃ怖いねんけど。いや、店行ったらほんま思うで。ほんまに行く気ないねん、マジで。っていう話してたら、なんか俺の気持ち悪くなってきた。気持ち悪いわ、人が気持ち悪いんだよ。しゃくれとんねんけど、隠しながらずっと。普通のラーメン屋ぐらい残ってんねんけど。二郎処理、私の。おいしい。うまいけど、食った？あんだけ食う前、カットしてるけど。腹減った200回ぐらい言ってたし。だってお腹すか空いてたらさ、私機嫌悪になるやんか。もうその一歩手前まで行ってたのに、なんか全然食べれん。機嫌いいタイミング一瞬やん。ほんな食ってる最中だけやろ。一口目全然食うてへん。逆に食べれなさすぎて次また機嫌悪になる。いけ！だろ。うん、じゃあこれ多分伝わらへん、俺の今しんどさ。誰に？誰にってんの？だ、全員。愛ちゃんもやし、見てる人にも伝わってる。伝わってる。だから食べれてへんやん。一生笑ってるやん。じゃあ俺の辛さやで。愛ちゃんだって辛いのだいぶ手前でやめてるやろ。まだいけたやろ、しょ。辛い、吐きそうまで来てないの。いや、それが自己管理能力っていうものやろ。俺の質問に答えれてへん俺が聞いたこと分かってる今。分かってもうでも俺は食うで。ガンガン行くんでよろしく。いっけいっけ。
これ演技とか大げさとかマジでない。基本ゴヘ君って盛り癖あるけど、いや分かってへんやろ。初めて俺をかばってるけど伝わってへんやん。全然と飲み込めへんやん。私も何が口に入ってんの。肉家次郎の感想どう。あかやばいアイス食いたいないわうっさいねん黙れ。答えへんかった答えへんかったでなんか怒るくせに。ごちそうさまでした。アンキごちそうさまでした。おケーキおケーキおケーキいただきます。いただきます。ありがとうございます。コーヒーっぽいモカ的な。あーね、ジロワとはやっぱケーキやな。おいしい。なんか入ってる、くるみや、くるみ、くるみちゃん、もしかしてくるみちゃん入ってる。うわ俺の好きなくるみちゃんいっぱい入ってる。くるみちゃん誰。くるみちゃんの元カノ。うん、そやちゃん元カノやろ。はい、くるみちゃん元気見てるわけないや